ジョバンニファンブロンクホルストは、オランダ、南ホラント州ロッテルダム出身の元サッカー選手。現サッカー指導者。2008年より2010年まで、オランダ代表キャプテンを務めた。ポジションは DF、MF。母親からインドネシアのモルッカ諸島の民族の血を引く。フェーノールとの下部組織で育ち、1994年にトップチームデビューした。 1998年に移籍したスコットランドのレンジャーズ FC では、スコティッシュプレミアリーグ優勝2度、スコティッシュカップ優勝2度など数々のタイトルを獲得し、2001年にイングランドのアーセナル FC に移籍した。2003年からはスペインの FC バルセロナでプレーし、2005から06シーズンには UEFA チャンピオンズリーグで優勝するなど、キャリア最高の活躍を見せた。 2007年にフルス・フェイノールトに戻り、2010年までプレーした。1996年にオランダ代表デビューし、3度の FIFA ワールドカップと3度の UEFA 欧州選手権に出場した。2010FIFA ワールドカップではキャプテンを務め、大会終了後に選手生活に終わりを告げた。フェイノールトでのファンブロンクホルスト初期の経歴、編集父親は、 インドネシア系オランダ人であり、母親はインドネシアのモルッカ諸島出身である。6歳の時に地元のテルダムのリンカーマウス・オーバーというクラブでサッカーを始め、その翌年にはフェーノールとの下部組織に入団した。1990年15歳の時にプロ契約を結び、トップチームでは居場所を見つけるのに苦しんだが、1991年にはユースリーグで 全国優勝を果たした。1993年には RKC バールバイクにレンタル移籍してエールデビジデビューした。1994年夏にフェーノールトに復帰したが脇役の一人に過ぎず、1994から95シーズンは10試合の出場にとどまった。1995から96シーズンには飛躍的な成長を遂げてほとんどの試合に出場し、 憧れの存在であった FW レジブリンカーや FW ヘンリク・ラーションと一緒にプレーした。フェーノールと在籍時には PSV とアヤックスの2クラブがリーグ優勝を独占し、フェーノールと兄ニキの画像を崩せなかった。ラーションなどの主力選手がチームを離れ、ファンブロンク・ホルストも新天地を求めた。レンジャーズ FC 編集1998年夏。 U-16 オランダ代表や U-18 オランダ代表で指導を受けたディック・アドフォーカート監督が新監督に就任したばかりのスコティッシュプレミアリーグのレンジャーズに移籍した。移籍金は550万ポンド。1997年にはライバルのセルティックにフェーノールトからラーションが加入しており、ラーションの存在がスコットランド移籍の決定打になったと語っている。 フェイノールト時代のチームメイトであるブリンカーや FW ボビーペッタもまたセルティックに加入していた UEFA カップのシェルボーン FC 戦で公式戦デビューしその試合で派手なゴールを突き刺すとレンジャーズは0から3の劣勢から5から3の大逆転勝利を収めた移籍初年度の1998から99シーズンと1999から2000シーズンにリーグ戦を連覇し さらにスコティッシュカップで2度、スコティッシュリーグカップで1度の優勝を飾っている。レンジャーズでは、技術と判断力に優れた、プレーメーカーとしてプレーし、計22得点を挙げている。アーセナル FC、編集2001年夏、プレミアリーグのアーセナルに移籍した。移籍金は850万ポンド。アーセナルのアーセン・ベンゲル監督は移籍した MF、エマニュエル・プティの代役を探しており、 センターハーフで MF パトリック・ビエラとコンビを組むことが期待された。しかし、移籍してすぐに膝十字人体を負傷して長期離脱した。負傷から復帰すると彼の役割はますます減少し、ビエラや MF、エドの控えという立場になった。FC バルセロナへのレンタル移籍の少し前には MF、ジューベウとシューバとの競争にも巻き込まれた。 2001から02シーズンと2002から03シーズンには FA カップで優勝したが、どちらの決勝にも出場していない。2001から02シーズンには、プレミアリーグで優勝した。アーセナルでの最後の出場機会は2003年夏の FA コミュニティシールドであり、この試合に途中出場したが、PK 戦でキックをミスしている。アーセナルでは2002年1月のレスターシティ。 FC 戦と2003年1月のチェルシー戦の2試合でリーグ戦の得点を挙げている。FC バルセロナ編集2003年夏完全遺跡も視野に入れたレンタル遺跡でリーガエスパニョーラの FC バルセロナと契約合意した。左サイドバックのポジションに順応すると2003から04シーズン後半戦の巻き返しに貢献し2004年5月には FC バルセロナと3年契約を結んで完全移籍を果たした。FC バルセロナからアーセナルには移籍金200万ユーロが支払われている。2004から05シーズンは4得点を挙げてキャリア最高といえる活躍を見せてリーグ優勝。2005から06シーズンもリーグタイトル防衛を果たし UEFA チャンピオンズリーグでは チーム唯一の全試合出場選手として優勝に貢献した。アーセナルでは、ユニフォームの背面にブロンクホルストという文字が刻まれたが、FC バルセロナではジオが使われた。フェーノールト復帰、編集2007年8月21日、FC バルセロナとの契約満了に伴い、フルスのフェーノールトに移籍した。ベルトファン・マルワイク監督は初年度の2007から08、 シーズンからファンブロンクホルストをキャプテンに指名した。キャプテンとしてチームを KNVB カップ優勝に導いた。キャプテンを務めるファンブロンクホルスト1996年にはアトランタオリンピックに向けたオランダ代表の一員としてヨーロッパ予選を戦ったが本大会出場権は逃した。同年8月、フース・ヒディンク監督によってオランダ A 代表に招集され、 8月31日のブラジルとの親善試合に先発出場してデビューした。1998年にはフランスで開催された 1998FIFA ワールドカップの出場メンバーに選ばれたが、本大会では出場機会がなかった。2000年の UEFA ユーロ2 0 0 0では DF アーサー・ニューマンが左サイドバックのレギュラーを務めたため、ファンブロンク・ホルストの出場機会は限られた。 UEFA ユーロ二2004編集2004年にはディック・アドフォカート監督によって UEFA ユーロ二2004の出場メンバーに選ばれ準決勝に進出したが準決勝でホスト国のポルトガルに敗れた 2006FIFA ワールドカップ編集 2006FIFA ワールドカップ本大会グループリーグではレギュラーだったが決勝トーナメント1回戦のポルトガル戦でレッドカードを提示された この試合では、計4枚ものレッドカードが乱発され、FIFA フフワールドカップの一試合最多退場記録を更新している。退場後にはスタンドに上がり、同じく退場処分を受けた MF デコの隣で試合を観戦した。ポルトガル代表のデコとは、敵同士だったが、FC バルセロナでチームメイトであった。UEFA ユーロ2008、編集2007年3月28日。 UEFA ユーロ二2008予選のスロベニア戦で決勝点を挙げた。UEFA ユーロ二2008本大会のメンバーにも選ばれ、グループリーグのイタリア戦では、まず自陣ゴール前で相手のシュートをクリアした後に左サイドを駆け上がり、ディルク・カイトに挙げたアーリー・クロスから MF ベスレースナイデルがボレーシュートを叩き込んだ。その後、自らダメ押しの3点目を決め、 競合相手の解消に大きく貢献した。大会開幕に先立って、キャプテンのエドウィン・ファンデルサールが、大会後の代表引退の意思を表明しており、彼にとっては準々決勝のロシア戦が代表での最終戦となった。ファンデルサールの後継者には、ファンブロンク・ホルストが選ばれた。2010FIFA ワールドカップ、編集 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選ではキャプテンを務め、 2010フィーファワールドカップ本大会のメンバーにも順当に選出された。左サイドバックのレギュラーを務め、グループリーグ初戦のデンマーク戦で代表通算100試合出場を達成した。準決勝のウルグアイ戦では41メートルの距離から強烈なロングミドルシュートでゴールを射抜き、このゴールは同大会最高のゴールの一つに数えられている。 早くから大会後の現役引退を表明しており、決勝のスペイン戦がプロ選手としてのファイナルマッチとなった。この試合にも先発出場したが、90分を終えて、0から0で延長戦にもつれ込み、105分に DEF、エドソン・ブラーフ・ハイトと交代した。116分にアイテム F、アンドレス・イニエスタの決勝点が決まって、試合に敗れたが、 準優勝という功績に誇りを持っていると語った。2011から12シーズンからはフェーエノオルトで、ジャンパウルファン・ハステルと共に監督ロナルド・クーマンのアシスタントを務め、2012から13シーズンには、リザーブチームの監督も兼任 KNVB のコーチライセンス取得コースを終了した。2014から15シーズンは、フレット・ルテンのアシスタントを務め、3月23日に、 翌シーズンから2年契約で、フェーノールトの監督に就任することが決定したが、5月17日のエールディビジ最終節で、フェーノールトが PC ズボレとのアウェーゲームに敗れ、PO という結果を受けてる点が解任されたことで、前倒しで監督に就任した。2015から2016シーズンは、全ラウンドでエールディビジ6クラブを破る初記録で、 KNVB ベーカーを制し、自らがキャプテンとして、ベーカーを掲げた2008年以来のタイトルをクラブにもたらすと、2016から2017シーズンは安定した成績で、クラブに18年ぶりのリーグ優勝をもたらし、エールディビジ60周年記念に制作されたハウデン、スハールを獲得、翌2017から2018シーズンには、ベーカーウィナーフィテスセを下して、 ヨハン・クライフス・スファールを獲得100周年記念大会の KNVB ベーカートーナメントでも決勝で AG を破ってハウデン・ベーカーを獲得。これによりフェーノールトで4年間で4つのタイトルを獲得した初めての監督となった。既婚者であり妻との間に2人の息子がいる。見た目とは裏腹に陽気な性格でベンチに座っている時は 頻繁に周りのチームメイトへちょっかいを出している。親友のヘンリ・クラーションとは家族ぐるみの付き合いをしている。レンジャーズ在籍時はアメリカ代表のクラウディオ・レーナと仲が良く、レーナの次男は彼にちなんで、ジョバンニと名付けられた。2020年12月2日、現在ファンブロンク・ホルスト、ハイティンハブラールズ、国ウレンジャーズ FC ・アーセナル FC ・ FC。 バルセロナフェイエノールトーラウンダ代表エールディビジ2016から 17KNVB カップ2015から162017から18ヨハンクライフスハール20172018ありがとうございます